タオルドライ前の一工夫、清潔なトイレシートで水分を拭き取ります。タオルよりもかなり水分が拭き取れるので、ドライヤーかけるときにドライヤーの時間が短縮できますので、ドライヤーの嫌いな子とかにはかなり体の負担が減らすことができると思います。完全にタオルドライが終わった後でもトイレシーツでやると、トイレシーツがこのぐらいくしゃくしゃになるくらいは水分を含みますので、かなり綺麗な状態にはなったんじゃないでしょうか。トイレシーツということでね、ちょっと苦手意識があるかもしれませんけども、そういう方もいるかもしれませんけども、新品のトイレシーツは綺麗なんでね。以上、自宅でシャンプーする際の一工夫でした。もういいんじゃない、もういいんじゃないの、もういいんじゃないの、ケンシン、ケンシン、もういいんじゃないの、もういいんじゃないの。もういいですか、あれですか。だいぶ乾いたね。だいぶ乾きましたね。水飲みなさい。熱中症になるといかんから。水飲め。どうした？どうしたっけ？ドライヤーやろうか。君の大嫌いなドライヤーだ。結構短くなったから今日は。いいやな。